근데 쫄세요 이거 한번 나 I love you I will love you I love you When you take that jump You don't feel the fall 뽀뽀해라 카메라 왜 너한테 카메라 여기 귀신 와서 카메라 쭈쭈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 
ぐちゃにしてって言ってました。ルシアは言ってません。ルシアは、あら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 あこいつマジ死んでない。見向きもしないんだけど、ルシアのことこいつほんま。ルシア捨てないでから。捨てないで。何してんだ。クリスマスルシア。ボーレンさんの頭にぶっ刺さってる。という形になってしまって、まあ、今のペコラの正直な気持ちは、まあ、とても悲しいし寂しいです。ルシアが3期から欠けてしまうのはとても寂しいですが、私たちにどうにかできる問題の範囲を超えていました。ファンの皆さんを不安にさせてしまって申し訳ありません。先生はいつもコミット暗い話になっちゃうけど、ぬーちゃんがいなくなってちょっと3期生大丈夫かなとか、これからよくわかんねえな。ということで、今日はマインクラフトのコルサバに書き込みを入れて確かめたいと思います。なんでこんな荒らされてんだ、どういうこと、music in it. In fact, that's where music comes from. See you again. Some of it's just transcendental. The main point that I want to drive home is that her name isn't a taboo here. You can talk about her. If you see anything like necromancer related, someone, a beautiful lady with huge boing-boings, you're allowed to talk about her. Okay? I don't want this weird misconception going around that we're just gonna forget, because I know I'm not. In the same way that I fondly remember those who have come before, I'm going to continue doing that for her as well. But I will miss the hell out of her. I just wish the best for her in everything that she does. ルシアちゃんは初恋です。初めて見た瞬間から一番可愛いってずっと思ってました。嘘つき。そう、サラはね、ルシア先輩習ってくれたんだけど、昨日めっちゃルシア先輩がかなこかハウス来てお皿溜まってんの見て、ルシア洗うよって言ってくれて、え、いいですよって言って、今日何もしてないから動きたいんだって言ってお皿洗ってくれたんですよ。かわいいな。申し訳ない、マジで。ほんとに今までみんな遅くなっちゃって。大丈夫大丈夫、面白かった。いや、じゃあ全然違うな。2周年のハグ、ハグ。
これ今はちょっとこの調子で明るくとかちょっと言えないわ、ごめんね。でも、はい、ちょっとここちゃんとねずっといたい。